新たに感染が確認されたのは、郡山市で213人、いわき市で183人、福島市で148人など、合わせて939人です。感染者の数は、7月31日以来35日ぶりに1,000人を下回りました。入院は373人で、重症は4人、病床の使用率は49%です。 また宿泊療養は445人、自宅療養は1 6905人となっています県は今月19日までを BA.5 対策強化宣言として引き続き感染対策の徹底を呼びかけています